皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。今回は幻想大戦から、早速シャオのページを使っていこうか。ちゃんとミリスのページもあるわね。まあ映してる回でなんとなくわかってると思うけど、フンドの従者です。赤ずきんパターンの相手ね。調整する系は苦手なんだけどな。というわけで最初の相手はフンドの従者。勝利条件はフンドの従者が青い森の忍者を倒すこと。確か秘書が青い森の忍者を倒したら敗北だったはず。基本的にはフンドの従者が攻撃されないようにマッチを引き受ける感じかな。まずは相手の情報から、青い森の忍者、体力250、混乱抵抗200、パッシブスキル利用されるもの、秘書の攻撃では体力が30以下に減少しない。幕の終了時、体力が30以下の時は次の幕にて体力を最大値の 50% 回復する。秘書の攻撃で体力が30以下に減少しない。いやこれ赤ずきんの時にもちなみに他のパッシブはやけど、失血、腐食のダメージを受けず、フンドの従者とマッチすると気力プラス5するアイフルトも、ボーキレが1ヘルトに幕ごとに攻撃攻撃を使用する異界の訪問者、ボーキレが全滅すると攻撃パターンが変わる2つの世界の出会いね。ちなみにボーキレはパッシブを持ってないわね。一応フンドの従者を優先して攻撃するわ。フンドの従者は体力200、混乱抵抗値60、ボーキレが生きてればボーキレを、ボーキレが死んでれば忍者を狙うわね。なんだかんだダイスの値はいいから、マッチを引き受けとけば結構ダメージを入れてくれるのは嬉しいところ。さて、攻撃攻撃を使用してくるマッカ。攻撃攻撃はとどまれ、使用時に棒切れの体力と混乱抵抗値を回復。二つ目のダイスに的中すると追加混乱ダメージを受けるわ。1枚目の幻想体ページね。どれにしようかな。持久戦になることを考えて愛にしておきますか。混乱抵抗値も回復するのは嬉しいわね。2枚目の幻想体ページはダメージを上げようか、正義にするよ。やべ、これ30にすると回復されるんだったよな。でも混乱してるから大丈夫か。竜、竜教会の技はかっこよくていいね。さて、早いわね、もう3枚目。うん、どうしようかなこれ。無節制で大スコアした方が強いかな。貪欲は多分相手に利用されそうだし。ボーキレがいなくなったことで攻撃パターンが変化。ここはもともとだと結構気を使うタイミングだったけど、今は秘書の攻撃じゃ体力30を下回らないからね。ボコボコに殴ります。それじゃ処分で体力30にしますかね。これ本当に強いわよね。かっこよくて好き。よし、想定していたよりも簡単だったな。フンドの従者、制圧成功ね。ローラン、ちょっといい？最近気分がとてもいいの。だんだんと忘れられつつあるわ。悪徳企業から受けた過酷な記憶が？ええ、あの残酷だった時間、
見たくも覚えたくもないものたちが霞んで薄れていく。もう目を閉じても思い浮かぶのは100万年前の瞬間じゃなくて、たった3、4日前のことだけ。私の選択を通じて勝ち取った私だけの時間よ。そしてどんな時よりも時間が早く流れているわ。人間よりも100倍遅く感じる時間の拘束に縛られずに済むの。日に日に気分が良くなってるのよね。そんな嬉しそうな顔は初めて見たな。ねじれによって都市と人間が崩壊していってることについてはどう思うんだ。ただ笑ってばかりはいられないわね。それでも私を100万年もの間閉じ込めてきた憎たらしいあいつがこのざまを見れば絶望するでしょうね。ええ、果てしなく絶望するでしょう。自分の粗雑で間抜けな計画のせいでより多くの人が苦痛の中でもがいているから、対価を払うまでそう長くもなかったわね。君の言う復讐っていうのは最終的に都市を崩壊させることか。崩壊させるって？いいえ、前に言ったでしょ、司書は私と一緒に自由になるって。それだけじゃなくて、図書館で肉体なしにさまよう幻想体たちも外に出るの。都市にて力を持つ者たちを喰らいながら成長した幻想体たちは都市のあちこちを駆けずり回るでしょうね。ただ解放してあげるだけよ、望むことができるように。そしていかなるねじれよりも深く都市に刻まれるでしょうね。この全ての方法はたった一つの本が教えてくれるはず。青いイカレ野郎と同じ思想だな。いっそ二人ともお手でつないで仲良くやれば万事解決だろうに。違う、とても違うわ。ねじれや幻想体が紡ぎ出す美しさなんかには興味ないわ。美しさとか醜さとか関係なく、ただ望むように生かしてあげたいだけよ。それにもし青い残響と私の目的が似てるとしても、あんな奴に私の大事なものを渡すわけにはいかないわ。その行動がどんな結果を呼び起こしても復讐の楽しさだけ感じられたらいいってことか。そうするしかないの。私は台本を唱えながら数多の死を見なきゃいけなかったの。私が見て学んだものはそんなのしかないの。私が得意なことだけをやるしかないんでしょうね。こんなことしかできることがないんだから。愛おしくも憎らしい、かの者の計画が崩れるのを見ながら楽しまずにいちゃダメよ。私のせいで都市と人間が苦しむ姿を見るのは愉快ではないけど、幸せにならなければダメなの。この日だけを待っていたから。今までの私はこんなことでもしなきゃ100万年間の苦痛の中で一人閉じ込められていた私がどこからも報われることはできないの。復讐の心は依然としてある。でも、もういいわ。悩んだって結局たどり着く結論は同じ。たった一つの本を必ず見つけて願いを叶えること。次があるならその時は一人で考えずに誰かと一緒に考えてみるのもいいだろうな。それも悪くなさそうね。そして前にも言ったように世界を回りたいわ。きっと面白いでしょうね。私が全ての荷を下ろせたらの話ね。ああ、この全てが終わったら考えてみようか。さて、コアページの準備もできたことだし、次の幻想対戦に行こうか。今度は社会科学の回なのね。確か前戦ったのが、帰り道だったわよね。そう、ということは今回の相手はオズマだね。さて、
オズマの体力は350、混乱抵抗値は250、パッシブスキルは1幕目に全てのジャックを目覚めさせるページと、特定の秘書に忘却を付与するページを使用してくる蘇生、忘却を付与された秘書を元に戻すと幕の開始時に体勢が脆弱になって、広域攻撃ページを使用する奪われた者の苦痛、4幕周期でパターンを進行する蘇生を2回繰り返した後、幕の開始時に全ての体勢が脆弱になり、非常に強い広域攻撃ページを使用する奪われた者の悲しみ、パッシブスキルはこの3つね。とにかく忘却をなんとかすればいいってことだね。ジャックが目を覚ましたわね。ジャックは体力250、混乱抵抗値250、パッシブスキルは忘却が付与された秘書のページを使用する奪った機から、4体のうち1体だけいる本物のジャックに忘却の秘書が攻撃を的中させれば忘却の秘書にバトルページが戻る。本物は誰？本物のジャックに忘却の秘書の攻撃が9回的中すれば全てのジャックが死亡する代わりに、3幕以内にジャックが死亡しない場合、忘却の秘書のデッキとコアページを使用するようになる。奪ったり奪われたり。ちなみに今回忘却したのはデスティニー。コアページはアランのページだね。スキレットのパッシブを持った、関数特化の秘書ね。本物見つけた。攻撃的中時に音が鳴って画面が少し黄色くなるのが本物の証ね。これは攻撃当たっても何も起きないから見せ物。さて、1枚目の幻想体ページ。まあ勇気が普通に強い気がする。ぶっちゃけ虚弱になるまで秘書減ってたら基本勝てないだろうし。さて、あとは忘却の秘書で本物のジャックを殴るだけ。2枚目の幻想体ページ。ぶっちゃけなんでもいいな。よし、9回的中。ジャックが全滅したタイミングで幻想体ページ3枚目。適当に一緒に行く道にでもしとくか。さて、奪われた者の苦痛が発動したわね。体勢が脆弱になって広域攻撃ページを使用してくるわ。個別の3ダイス、的中時に虚弱付与、当たりたくはないな。よしよし、さすがに混乱させることはできたな。混乱しているこの幕で仕留めたいところ。また本物を探すのは骨が折れるからな。よし、特に苦戦することなく勝てたね。オズマ、制圧成功ね。さ
さて、次は罰取り。と言っても正直審判取りまでは余裕だと思うんだよな。とにかく罰取りは無視して森番をボッコボコにすれば勝ち。だったよね。罰取りは攻撃ダイスとマッチ進行時に威力プラス50する悪いことはダメ。ダメージを受けた次の幕に懲罰ページを使用する懲罰。あとは森番が落とす錠前とマッチすると鳥かごの鎖を破壊する揺れる鳥かご。ちなみに懲罰ページは威力90あるから、攻撃したら一人は死ぬでしょうね。ちなみに森番は混乱状態になった師匠優先的に攻撃するわね。最大値で過ぎだろ。3連続で4が出てたわね。打撃に弱いコアページだとこういう時苦戦するんだよな。さて、1枚目は永遠に燃えるランプ。森番が束縛をかなり入れてくるからめちゃくちゃ厄介なんだよな。麻痺も一緒に付与されるから集中狙いされると本当に厳しい。麻痺が本当に厳しいな。なかなかマッチに勝てないわね。よし、これで錠前を一つ確保。罰取りの懲罰ページとマッチしないとダメだから、そこだけは注意ね。幻想体ページは救いだけね。もうすでに必要なくなってるけど。罰取りの体力を 25% にするのは難しすぎるし、森番はもう混乱してるしね。よし、これで懲罰してくるはず。それじゃ錠前を使おうか。というわけで捕まえて罰取りは制圧成功。問題なく終わったわね。反撃ダイスで事故らない限り基本は大丈夫だね。新しい本だよ。幻想体を背負って戦うことには慣れたか。普通に気の向くまま振り回せばなんとかなったけど、相当適性があるようだな。こんなのにも適性があるのかよ。ただやるだけなのに。お前に適性があれば、この次にはお前のエゴを発言することもあるだろうな。それは俺もねじれて幻想体になることもあるってことか。その通りだよ。今さら化け物だのなんだの、そんなものになるって言われても関心すら湧かないな。それがどうしたって感じもするし。多くのものを下ろしたような言い方だな。下ろしたんじゃなくて奪われたんだよ。分かりもしないことに押し流されて全部失ったんだ。都市のせいだと思っているのかい。お前の平凡でささやかな幸せを都市が奪っていったと思ってるのだな。ああ、
どうしようもないと思って諦めたのかも。俺が望むものができたとしても、この世はそれを放っておいてはくれないんだ。どうにかして俺に苦痛を与えようとするんだ。お前は他の誰かに苦痛を与えたり、何かを奪ったことはないのか？もちろんあるよ。でもそれは、それはそれで、これはこれと言いたいのだろう。されども果たしてそうなのか？そう安逸に切り捨てることができる問題だと思っているのか？当たり前だろう。俺が経験した痛みは俺のもので、他人の痛みは他人のものだから。気楽なことを言うんだね。誰よりもよく知りながら、誰よりもその事実から目をそらしている。お前は見えていないというわけではないんだよ。見ていないだけだ。都市の人々はそれゆえ脆弱なのだよ。自らの痛みが何よりも大切で確実だから。されどもそうではないことを知っているがゆえに、その矛盾の中でねじれが形作られていくのさ。お前には見えるのか、この都市の痛みが。それを全部押し量れるって何が問題なのか。押し量らずに見つめなければならない。やっぱ言葉遊びばっかりか。そんな雲をつかむようなこと言ってるうちにみんなくたばるんだよ。それももっともではあるな。それゆえ私がここにいるのだろう。本は渡したからそろそろ戻るよ。待て。お前とする話はない。これを受け取りなさいな。なんだよこれ。紅茶の茶葉だよ。私のおすすめだ。良い香りがするぞ。ま、くそ。とりあえずもらってはおくよ。ありがとう。さて、面倒な相手と戦っていきますかね。審判取り、体力200、混乱抵抗値200、パッシブスキルは幕の開始時に審判取り以外が罪を消える、公正な計り、あと罪の数だけ威力が増加する罪の重さ、とかは正直どうでもよくて、罪の数が5以上のキャラがいる場合に使用する審判、罪の数が3以上のキャラが3名以上いる場合に使用する止まらない審判、これがめちゃくちゃ厄介ね。一応審判と止まらない審判を使うと混乱抵抗値が減るから、あえて使わせるのもあり、審判は罪の数が5未満なら、止まらない審判は罪の数が3未満なら即死しないから、罪の管理が大事だね。ちなみに取り巻きの鳥は攻撃を直進した時に罪をなすりつける。怖いよ、攻撃を受けた次の幕で寸着しねえ、を使用するようになる寸着しねえ、があるわね。こっちの攻撃が的中した時に鳥に罪をなすりつけれたらよかったのに。さすがにそれだと簡単すぎるかもね。まあ鳥1体ずつ集中砲火して罪を5にして処刑してもらうだけになるしな。結構罪をもらったけど大丈夫かこれ。止まらない審判だけは避けたいから一人犠牲にするのもデカ。秘書は他の秘書を攻撃すれば罪を一なすりつけれるからね。というわけで悪いな。アラン、犠牲になってくれ。罪深い行動。ついでにアラン、しっかりも回復させてくれ。一番弱い攻撃とはいえもう少し手加減できないものかしら。取り巻きの鳥は100害あって一理なし、ボコボコにしていきます。よし、アラン、審判を受けてくれ。これで審判鳥の混乱抵抗値が減るね。審判されるべき相手は絶対アランじゃないでしょこれ。っていうのは冗談で、審判を代わりに受ければ問題ないと思うんだよね。あ、マッチ負けちゃった。審判の的中時効果は自分以外の全キャラクターに最大体力の 20% ダメージ。アランやられちゃったな。そのままずっとデコイになってもらうつもりだったのに。とりあえず取り巻きの鳥は全滅させたから、あと気をつけるべきは罪の数だね。この状態で止まらない審判を使われたら即敗北だからね。慎重に行きましょう。とりあえずやることは変わらず、審判をディナーが代わりに受けていくよ。今はデボンが罪を持っている状態だね。
3枚目。救いはマッチ威力増加の恩恵はないけど、万が一混乱した後に仕留めれなかった場合、役に立つかもな。ショーあたりディナーの積み立てはこのままにを維持する必要があるね。3になって止まらない審判を使われたら即負けです。よし、これで審判取りは混乱。あとはタコ殴りにして勝ちだね。審判取り、制圧成功ね。お前はここに来るたび、のんびり紅茶ばっかりすすってるよな。私のように皆、安息に浸っている。都市で人間を脅かすものはただ、人間だけの時代なんだよ。外郭には、人間の作った怪物たち。外郭の彼方には、人知を超えた存在が、泰然としているにもかかわらずな。うじゃうじゃいるって聞いたな。怪物から人間を守っているのか、人間から怪物を守っているのか、その境界すらも模糊だとは思わないか。当然怪物から人間を守ってるんだろう。そうして初めてその境界が模糊になった時、人間の本来の姿が現れるんだよ。それがエゴであり、幻想体と呼ばれる者たちだ。今その現象はねじれと命名したようだな。え、都市の話をしてるわけじゃないのか。それにさっきからずっと人の本来の姿って言ってるけど、人間って一体何なんだ。どうして本来の姿っていうのが全部ネジが外れてるんだよ。さあ、なんだろうか。人間はただ動物界の霊長類か。人間は何だと思う。欲望の塊。やはり単純に考えるほど本質を見抜くものだよ。だからなんだよ。お前の言う通りだよ。欲望の姿こそ人間の本来の姿ではないだろうか。また言葉遊びかよ。俺が聞きたいのはそういうことじゃない。お前も分かってるだろ。頭の調律者として知っていることを聞きたいのだな。都市の秘密が知りたいのだな。どうして頭は都市を傍観し苦痛を湧き立たせるのか。厳格に統制しているようで、どうして全く統制しないのかということか。ああ、だから答えは？沈黙するだけだ。落ち着きなさい。教えたくとも、そうすることはできないんだ。私を本に展開しても同じだ。すでに私は、私が知っているすべてのものを空にした状態だから。頭の調律者であったものは何時であれどそういうものだよ。へいへい、俺もお手上げですよ。お前から何かを知ろうとするのはもう諦めるよ。つまらないな。それでも賢明だよ。ここでお前の横にいるのは調律者でも何でもない、ただの人間であった存在だ。それでも俺はお前をいいようには見れない。アンジェラもそうだろうな。エポケ、私をあるがままに見なさい。いかなる判断すらせず、その間学習した何にもとらわれずに私をご覧なさい。どうして人間が築いてきた経験を取り払ってただ見つめることができるんだよ。私を調律者としてではなく、
セフィラとしてではなく、ただ私自身として見つめてくれればいいのさ。ただ私が経た時間、それ自体だけで全てを知らないかのように見つめるなら見えるだろう。人間は都市で互いに絡み合いつつ長い時間が堆積してきた。それゆえ混濁し、正しく見つめることができないのさ。都市がそうだ。ただ自分の目で見つめる必要があるんだよ。お前の言う通りなら、みんな自分の心の向くままにそれぞれの世界を見る必要があるってことか。同じカップを見てもお互い同じカップだって思わないのか。お前だけの目でそれ自体を見つめてごらん。そうすれば見えるだろう。されども見えた時、何故見ようとしたのか忘れることになるだろう。見ようとした理由を忘れるがゆえ苦痛であり悲劇でもある。みんな勝手にそれぞれの世界を抱くことになる。それは答えが決まっている都市じゃありえないことだ。ああ、それならそれぞれの宇宙を覗いてごらんなさい。さて、次は青星。なんか今回すごい戦うわね。今回はなかなか実況できる時間を多く取れたからね。今のうちにやれるだけやっておかないと全然終わらんからな実況。というわけで説明よろしく。勝利条件は青い星の祭壇の破壊、混乱状態のキャラがいる時に該当のキャラを即死させ、体力が 10% 減るのが特徴ね。つまり渋滞敵を倒せばいいんだな。まあ最悪死傷混乱させるのもありかもしれないわね。おすすめはしないけど、ちなみに敵が混乱状態になって死亡した場合、死傷の混乱抵抗器を全回復して全ての信徒が混乱ダメージを受けるわね。そして死傷が混乱状態で死亡した場合、逆に全ての信徒の混乱抵抗器が回復して全ての死者が混乱ダメージを受けるわ。で、信徒の混乱抵抗器は80、斬撃、貫通、打撃のいずれかが脆弱になっているわね。基本的にはその属性で攻撃したいところだね。ちなみに幕の開始時に信徒が4名未満なら信徒が生成されるわ。あと混乱抵抗器が 40% 以下になったら自爆するわ。さりげなくめっちゃ重要なことをさらっと言ったな。多分自爆した場合は混乱状態で死ぬわけじゃないから祭壇の体力は減らなさそうなのよね。1枚目、時間は論外だとして、そうなるとカウンター系しか残らんか。時間は結構短いのよね。パソコン版ならギリギリ使ってもよかったかもしれないが、スイッチ版だと1分ぐらいはないと厳しい。2枚目の幻想体ページ。とりあえず強い13番目の鐘で。さて、3幕目だね。玉が消えたタイミングで祭壇と信徒が特殊ページを使用。ちなみに信徒が自爆するタイミングはここね。ここで混乱抵抗器が 40% 以下だと自爆してくるわ。1体は混乱して死亡、もう1体は自爆されたな。やっぱり自爆じゃ祭壇の体力は減らないわね。混乱した1人分だけしか体力が減ってないわ。
て、3枚目は沈黙。赤ページだが装着系だから使わなければいいだけだね。2体退場。祭壇の残り体力は700。ここで広域攻撃ページね。自爆はされないように調整してたからなんとかなったね。とりあえず混乱抵抗値が少ない信徒は早めに倒しておきたい。これで祭壇の体力は500、折り返し地点ね。次が確か広域攻撃ページの幕だよな。混乱抵抗値を削りすぎないようにしないとね。やべえ、1体自爆してくるなこれ。自爆される前にこれで混乱してくれないかな。混乱、したかしら。アップね。今秘書の混乱抵抗値2とかになってたよな。ギリギリ耐えて信徒が消えたからなんとかなったわね。さて、これで祭壇の体力は200、終わりは近いね。よし、これで2体混乱。青い星、制圧完了ね。思ってたよりもよく顔を合わせるな。それが私の元へ来ることが嬉しいという意味だとは思わないことにするわ。それは好きに捉えてもらっても差し支えない。要件は？聞きたいことがあるの、ホクマ。この図書館の館長であるお前が知らないことがあるのなら、なんだ？ここについてどう考えているのか、
くだらない助言でも聞きに来たわけか。気に入らないなら答えなくてもいいのよ。私が見る限り、ここは煉獄だ。地獄だと考えてるわけではなくて、招待状を通じてここに足を踏み入れたゲストはその瞬間量子化され、複写される。彼らの人生を本へと繰り広げる準備をするのだ。しかしここで息絶えても、それは実際に死ぬわけではない。ここは模擬実験をするのと似た仮想空間のような場所だから。よく知っているな。彼らの記憶と知識を差し出したまま永遠の眠りにつくだけだ。アンジェラ、お前はどうして彼らを解放せずにいるんだ。ゲストたちの命が絶えないというのは、お前が悩んでいるということだろう。そうね。どうして解放できないのかしら。どうして悩んでいるのかしら。あなたを含めた全員と私は光によって形成された存在よ。だから図書館の外にも出られず、ここでのみ存在できる。そして私はこの制約を解きたくて、ここにいる全員が生き返るか、全員死ぬか、どっちかでしょうね。極端な選択の重さを甚だ卑怯だと思ったことはないのか。わからないわね。それでも私が選んだ道だから、最後まで進むことにしたわ。無限の空間にて迷わぬ術、意味のある本はどこにある。私に必要な本はどこにある。果たして本当に私に必要な本なのか、そもそも存在はするのか。この果てしない生の空間にて羅針盤になるのは新人だけだ。新人がなければ道があれども前に進むことはできない。その道がどんな危険性を抱いているのかすぐにはわからないから。ああ、そして誰もが探しさまよう。どこかにあるはずの自分のためのたった一つの本、お前の心は未だ堅固か。きっと最初の頃と違ってどうして確信できないのだ。さあ、もう私も私のことがわからなくなってきたわ。ホクマ、あなたは本当に存在するって信じてるの？私の意見は重要ではない。そうでしょうね。アンジェラ、宗教とは信じることだ。たった一つの本は信心があるがゆえに存在することができる。信心が崩れるとき、図書館も共に崩れ落ちるはずだ。信じてるから存在することができるって。宗教にて信心の深さは人によって違うことは明白だ。誰が何を言おうが、行かれた人にとってその信心は真実だ。あるから信じているわけではなく、信じているがゆえに存在するということだ。そしてその信仰が破れたとき、大多数の魂の息は絶える。誰かが信じぬせいで存在意義が消えたものはそのまま消えるのみ。しかしアンジェラ、お前はまだ息が絶えていない。私のように先生を信じて裏切られたが、むしろ新たに自分の足で歩まんとしている。お前はもしかすると自分と同じ境遇の師匠、そして幻想体すべてが作られた舞台ではなく主体として生を送ることを望んでいるのかもしれないな。カルメンやアインなどの何者にも生を任せず、自分の足で生きていけるように。今になって人聞きのいいことを言うの？受け入れ方次第だ。本当に皮肉なことだよ。先生と私が、アンジェラ、お前に無責任にも生命を付与し、創造したのに、今やお前が無責任にも生を与えようとするだなんて。そういう風に言いながら、結局、私の邪魔をするつもりでしょう。それはお前の選択次第だ。その時まではお前を信じる。そろそろ戻るわ。さあ、
て、今回はこの辺で終わりにしようか。次回は、完全解放戦。先に不純物の接待をしてからかな。ということは次は花教会ね。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。